ありがとう、料理作ってくれてって、もうあきさん、こんなして話変わるけど、このキュッキュッとって嫌だよ。わかる？キュッキュッとだよ、大学もな。そうね、あんま好きじゃないんだよね、ピーラーの問題じゃない？ねえ、ピーラーの問題だよ、これね。これキュッキュッと嫌だ。そうね、これキュッキュッと嫌だよ、キュッキュッと切ったこの後、なんか言ってんか、たさっき可愛いね、あなたね。なんか言ってたよ。コロコロ話変わってくる。そんなことそんなことあっただろ、今。生徒さんが初めてこんな13歳も離れてる人だったからさ、付き合った人が、うん、思うけど、やっぱいいよね、その年離れてるって。そう、うん、だから年上でよかったなって思うよ。そう、うん、キュッキュッキュッキュ気にしすぎたの。さっきからキュッキュ慣れたのにキュッ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 。何がよかった？俺は逆に分からんから、年上と付き合ったことないから。やっぱ年上会社の魅力は話がそれることですかね。そうだよ、一番の魅力は話がそれていく。絶対年上関係ないこれ。生徒さんだって。そうだよ、だから年上と関係ないんだよ。もちろん、なんか年上でも全然子供っぽい人とか、うん、年上でももっとさらにもっと上みたいな、まあ、続いてる人みたいな、年上なんてもう、そうそうっていう人もいるし、まあね、年齢とかもちろん関係ないのは分かってるけど、うん、でも一応年齢重ねてる分、うん、なんか包容力はあるなーっていう感じは。自分のもし同級生だったとしたら、彼氏が、あ、はいはい、その同級生が経験してるよりもそれ以上の経験を絶対に重ねてる。生徒さんだったら13年エリーより13年以上の経験を絶対してると、うん、って考えたら、その経験分の得た考え方とか知識とかは持ってるはずだ。まあそうね、こっちが不安なことがあっても大丈夫だよみたいな安心感みたいなのも、この分からん年齢っていうものももちろんその人っていうものもあるけど、なんか感じる。そう、まあ俺自分自身はそういう感じ、そういうのも分かんないけど、ね、うん、エリはあくまで生徒さんって人と付き合って感じる年上って人のイメージは生徒さんが持ってるさ、エリの中で。だから生徒さんに対してはそうやって包容力がすごいいいなって思って。そう感じるわけね。そう、それが一番好きなところ。じゃあ二つ目の好きなところは、何だ、俺の好きなところ語る回なの。年上の魅力を語ってます。年上の魅力を語ってるわけ、うん、そういうことね。で、二つ目のこの年上っていうところの魅力は、やっぱなんかあれだよね、年齢層のなんだろう、にじみ出るかっこよさみたいなのがあるところ、貫禄みたいな、なんて言うんだろう、デブってことね、自分でデブってたけど大丈夫。なんか違うさ、デブじゃないよ、ちょっと横に出たりするけど。いや、それデブってるし。なんか、うん、あれさ、じゃエリの同級生が生徒さんの髪型してるのと、生徒さんの年齢でその髪型してるのって雰囲気全然違うと思うわけさ。なんか目元のシワとか、かっこいい感じだけど優しい感じがふわって見え隠れするよねみたいなとこがいい。今度若い人にはないさ、そのシワの良さのとことかも。シワの良さ。エリは目元のシワ可愛いなっていつも思う、いいなって思うさ。いいさ、いっぱい笑ったんだなこの人と思うし。それはある。そうそう、だし、じゃあ目元にシワがあるからこそちょっと柔らかい印象になるから、その生徒さんの髪型と格好とかのタトゥーとかの怖さを、その目元のシワが柔らげてくれるっていう良さがある。絶妙なバランス。そう、これちょっとエリ今まで言ったことなかったんじゃん、可愛いよねって。そう、それはちょっと年上だからこそじゃん。よくない？よくない、よくない。マジで聞いた人どう？そういうことね。可愛いよだから、13の目元のシワ。ありがとうございます。が、まあ2つ目の魅力ですね、年上の。え、3つ目聞きたい？何？3つ目聞きたい？そう、勝手にもしゃべってください。もしかして3つ目聞きたいとか持ってる先生。勝手に話してください。やばいだろ。年上の魅力か、何だろうな。じゃないかい。3つ目聞きたいとか言ったじゃないかい。3つ目聞きたいとか言ってたの。みんなどこに惹かれてんのかな、ね、エリー以外で年上と付き合ってる人。そうね、まあでも本当にあれだよね、年上とか関係ない部分。あ、もちろんそれは一番これがね、うん、ほとんどだと思うけど、まあ、その中でもまあね、うんうん、さっきエリが言って年上ならではの良さみたいなのがあるよってことでしょ、うん、そうそうそう、はいはい、年上ならではの良さはあれだよエリ、あともう一個あるよ、はい、ちょっと照れ屋な人が結構多分多いじゃん。
シャイみたいな。ああ、はいはい。生徒さんたちの世代とかの人ってあんまり気持ちを伝えない人が多いじゃん。まあそう、今の人たちは比較的今少ないかもしれない。素直になれないみたいな部分がある分、なんかそういう素直になってきた時のこの突き刺さり度が高い。このもうキュン度、その時のギャップね。ギャップね、はい、ギャップ萌えっていうの普段ない分ってこと。そう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 。だからなんかエリーだったらさ、普段先生が先生あれ先生あれお母さんと先生間違えるパターンだよ。違う、生徒さんって生から始まるから。いや、これおかしいだろ。先生って最近呼んだことないでしょ。一回もない。初めて呼んだ。間違った。生徒さんがエリにたまに頭ポンポンって頑張ったねとかやってくれる時が一番なんか、はぁ、嬉しいってなるわけ。そうなの。そう、そういうのを、まあ普段から毎日されてたりしたら、もしかしたら慣れてしまう部分もエリも出てくるかもしれないさ、うん、本当になんか心から思ってる時にそうやってなんか伝えてくれるものがあるっていうのが分かるから、うん、まあ日頃から気持ち伝えてくれるのももちろん嬉しいけど、そうやってなんか、なんだろう、うまく感情を伝えるのが下手くそなり、言葉にするのが苦手なりに表現をしてくれるみたいなところにいいなって思う。そういうことね、うん、いい意味でも悪い意味でも嘘がつけないから、うん、そういう気持ちが出た時はそのまま言葉にするし、その時思ってなかった言葉ができない人だから、うん、可愛いなって思う。まあ、そういうギャップみたいな感じはいいなって思う。そういうことね。何でみーちゃん合わせてる人？エリがそういうのに惹かれるタイプの人ってことでしょ。そういうね、そういうのに年上彼氏のそういう部分でってこと？そう、うん、そう。めっちゃ玉ねぎいっぱい、やばい、テンション上がるし、ウェーイ。結構逆に、でも本当にまあ包容力みたいな感じではあるかもしれないけど、頼れるってとこもめっちゃいいなと思う。物知りだし、なんか車とかさ、エリはただ車乗ってるだけじゃん。車とかでなんかちょっと困ったこととかあったら、うん、これはこんなじゃない、こんなじゃない、ああじゃない、こうじゃないとか、うん、なんか言ってくれるし、はいはい、おー助かる、エリーの分からないことがすごく助かると思うし、ね、そういうエリーあと、うん、ドライバーとかそういうのが苦手だから、プラスマイナスドライバーとかなんか、ね、そういうの苦手だから。それもあれじゃない、エリーがっていうか女の子は苦手な人が多いであるから、ね、そうそう、なんか生活のチェーンって思ってるよね。こうやったらこれちょっと安くできるよとかみたいな。そう、それは多いかも。そういうのはエリーないんだよね。それは経験して、いろんなことを経験して自分で失敗とかしてるから、そう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 、学んでることだからね、今は。年上だからこそじゃない？確かに、それは年上ならではなのかな。まあ多いんじゃん、その方が。年上だからっていうか、まあ、男の人でも女の人でも一緒だけど、うん、まあね、年齢重ねていくと結構こう物事、いろんなことに対して考え方がね、ちょっと丸くなっていくっていうのは。ああ、それはある、本当に思う。受け入れを、うん、なんていうのこうしやすくなっていくっていうのは、うん、年齢重ねると結構そういう人多いと思う。いや、一種類かな。そうなる人と、うん、固くなる人、頑固になっていく人、うんうんうん、2種類がいると思うから、そのどっちかによって変わると思うわけよ。でもなんか丸くなっていく感じの人が年下の子と付き合う人が多いのかなっていうイメージはあるけどね、勝手な。そうね、うんうん、そこは結構、なんか自分とかじゃなくて年齢重ねている人にはある魅力なのかなって俺も思ったりする。俺以外の年齢重ねている人ね。そのエリはその生徒さんっていう、まあ、常日頃からさ13歳上の人がさ、うん、お家にいるわけじゃん、うん、自分が成長できる速度が多分迷いより速いんだろうなって。人って環境の影響すごく影響を受けるじゃん。そうね、受けるね。だからこそエリが年上といる分、年上の影響を受けた考え方とかにどんどんなっていくから、はいはいはい、もし25歳の人と付き合ってるのとその13上の生徒さんと付き合ってるのとだったら、うん、まあ、生徒さんと付き合ってる方がその心の年齢的な、精神年齢的な意味ではだいぶ大人に成長してんのかなって思う。まあそうよね、早い段階で日頃触れてるからね、その考え。そう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 。エリーは、まあ、あくまでね、なんか年上だからとか関係ないのは分かってる、はい、分かってるけど、エリーは年上の人と付き合ってみてそういう風になんかいいところがいっぱいあるし、エリーはこの人が合ってたなって思う。そういうことね。だからエリーも初めて年上だし、そう、一個上とかそんな、なんか近い同世代みたいなのはあるけど、なんかこんなね、えと一周するぐらい年上と付き合うと思わなかったから。いや、俺もないから。年下と付き合ったことないから。そうだね。だから本当に年上年下とかじゃなくて、たまたまただ年上だった。年が離れただけだよ。そうそうそう。
ったから、単純に俺の精神年齢と今のヘリの精神年齢が合うっていう、そう俺らがめっちゃ子供って思ってる。そういうことだと思う。エセさん子供心もすごく持ってるからね。エセさんと好きよ。エセとそのこと好きよ。ヘリ、うん、知ってる。知ってる。ほら、上本試合に来てね、可愛いね。バカにしてた。ね、今あんた来る、可愛い。うまそう。なんか玉ねぎからめっちゃ汁出てる。だしだ。玉ねぎの皮浮いてる。だ。ほら。もういっか。ありがとう。はい。ありがとうございます。はい。あってあってあって。あって。可愛いね。え、お前。やんな。スリムだね、セントさん。スマートだ。ニカも見に来てるよ。違う。なんで。違うの。うん、もうこれは魔法で出そうじゃない。魔法で出そう。なんで